ての放送対局なんですよ。はい、勝ち上がれなかった場合どうしますか？足つぼとか行きます、うん、足つぼ行ったら引いた罰ゲームをします。いい子です。いい子じゃなくてください。この人はサボるスタイリストマシンガです。マジか。ちなみに、うわー、すっげーの引いてるんですけど。お、先輩6球走よし。いや結構こう、うわー、カウソーで決めた。佐野のツボ、佐野さんと、新井さんの争い、まず注目と言ってたんですが、いかがでしょうか、この第2試合。いや本当にその通りですよね。もう一回ちょっと着順は上でいたいなっていう気持ちです。やっぱりじゃあここは新井さんマークですか？はい、すいません。なんで謝るんですか？私がそんなマークするとか。いやいや、マークしちゃってください。はい、あのなんか放送対局初めてで、さっきメイクさんに うん、あんたゴリラみたいな顔してたわよって怒られたので。ちょっと待ってください。そのメイクさんちょっとまずいじゃないですか。どういうことですか？あのマネージャーさんがその写真を押さえてたんですけど、本当にゴリラしてたんで、ちょっとあの気をつけます。これね、2ピン残ってるとね、このね、佐野にわずかに危ないんですよ、この2ピン。うん、本当だ。さあ、イースーピンかドラ短期か。1。さあ、ドラの急走切ってのイースーピン待ち、リーチピンフ赤。E ピンが1枚減ります。残り E ピン1枚、スーピン1枚。サブ6球、マンチーマンパーマン。1。これは強い。強すぎる、待ちが強い。でも9万3枚切れ。いや、まだありますから。うわー、佐野の勝ち。1300、2600。リーチツモピンフ赤、1300、2600の上がりは佐野。これ上がるんですか？うーん、あー、嘘、マジか。69万。とんでもない。リーチ、あー、指跳ねたね。うん、来たっていう感じです。あ、ちょっと姿勢もいい。さあ、奈良は現物増しのイースーマンでいくか、3層が速い2層打つか、あるいは数万勝負して単位でいくか。あー、数万勝負っぽいな。負けてるだけに。うん、リャンウソ、いった、リーチだ。リャンウソ、嘘、何、あって嘘1だよ。あ、やばい、あって嘘1、本当だ、あって嘘1だ。6キュマは1、2、3、4、5、バが1枚。いやー、最後のツボでした。なら、あー、助かった、助かった、助かった。奈良さん、こ、ほんとここでね、ここで5人打ったら本当に帰るよ、もう、ね、本当に帰る。ダイソーしてあげようかな。流局です。佐野、奈良の2人天敗です。てか、国士無双天敗の席ですね、佐野さん。天敗、リーチだね。あー、リーチだ。シンプルに行きましたね。はい、ここはもう行く気なしってことですね。うん、あ、これ佐野さん危ない。リーチ、これね、2件リーチになるとね、危ないですよ、3層、ね、が。急走はない、ない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 です。これは宮内さん、はい、3層ですね。いや、ペイもあるか。ペイ、あ、ペイ、ペイもあるね。ペイか3層だと思う。いや、でも二巡しのげるって思うと3層切りたくなるよね。しかも数層3枚切れね。うーわー、いやー、3層だ。やっぱりこれがあるんだよ、麻雀は。裏ドラだったから3層ゼロだった。あー、あれしかないんだ。リーチ単位赤ドラ8000点、赤裏か、赤裏だね、はい、リーチ単位赤裏。うわー、おっかないよ。ローピンパーピン重なり、おっかないよ。天敗カンチーピン、これドラ受け、単葉三色ドラーか、うん、十分ですね。まあドラーだからね、なかなか出ないとは思うんですけど、はい、ひょっこり積もれば3000、6000、これ2山、うん、赤、おお、これ出上がりで跳ね間になった。
単葉三色ドラーカーカー。今切る人います？いないですね。いないですね、はい、全員切らないですね、とりあえず、うん、ただツモもありますからね。ある。ちなみに、お、うわー、すっげーの引いてるんですけど、これはリーチだね。やっぱ指跳ねるね、いいってなると跳ねるね、うんうん、さらにピン図が絞られちゃってますから、うん、そろそろという感じもあるが、うわー、3600、第1試合トップのイーダー、ここで強烈な3600、タンヤオツモ3色赤ドラ、はい、そっか。でも佐野これ順番逆だったら大変でしたよ。本当だ、はい、これうわー来た、ドラ待ちのペンチピンだ。これどうする、このまま、まあ闇でしょうね。闇は闇だと思いますね。押す、押すでしょう。でもドラどうします。ドラは筋だね、打つか。うん、打ちそう。5二天敗だもんね。両面変われば3600ですから、ウーマン2枚一発、すごい、裏ドラ1枚3600だ。リーチ一発も赤ドラ裏3600。ポン2枚目、うん、やむなしと、やむなし、なん打たない、打つね、うん、ちょっと待ってくださいよ、はい、初重なってます。あら、チートイドラさん、ウーソー短期、ちょっと待って、ウーソーなんてみんな打っちゃうよこれ。ちょっと待って、これ山に2枚ある。あ、白に変えて打てないんだ。あ、表示パイ、なるほど、この白おかしいよね。え、ちょっと待って、この白も2枚あるよ。じゃあ新井の背景まである。あ、違うか、うん、あ、ごめんなさい、飯田さん背景、飯田が背景か、うん、白あるよ、白あるね、あるある、3600だよ。3600。これだってチーさせてなかったら上がってないから ね。向こうが整うまで待って、そう、いわゆるチーとかちゃんとできるまで待ちたい。なるほど、うん、はい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 、天敗、こういう数層とか出てくると、うん、あ、ちょっと手進んでるなみたいな、うんうんうん、あ、もうやらせんと、あららららら、換算ピン時間ないってことね、はい、換算ピン、こうするとね、飯田さんが行きづらくなるんですよね、うんうん、そうですね、親に会うてんって感じですよね。どうする、いや、リャンマンローピン数層どれだ、数層、ウーソーに青春はかけれな い、ここは数層、ドラ切り自殺の構え、ローンだ、3900、何ドラーか、3900の上がり。新井はこれで4着から3着に着順アップ。さあ、そして第2試合、惜しくも4着となってしまいました佐野プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一個聞きたいのが、はい、スッチーピンでリーチいったじゃないですか、高め PV ペーコードラーが、ね、すごい上手く打ってたと思うんですよ ね。で、結果チーピン、はい、飯田さんに積もられちゃいました、はい、あの時のお気持ちいかがでしたか。いやー、なんか押されてるなとすごい思ってたんですけど、はい、ねえ、あの勘違いピンかみたいなところに、うん、ムカつきました。ちょっと取られたら勝てないよってなって、はい、もうそこからちょっと、いや、そこ本当にね、勝負の一局だったんで、チーピンの引き合いでどっちもチーピンはハネマンっていう大物手だったんで、はい、めっちゃ悔しいだろうなと思ったんですけど、うーんってなりました、うーんってなりました。ゴリラ出そうでしたか。いや、ちょっとゴリラなかったですね、あれはちょっとシュンってなっちゃいました負けたって。2戦目、あ、ごめんなさい、3戦目以降への意気込みってのはいかがでしょうか。そうですね、なんかこう天敗取っとけばみたいな局面とかもあったので、そこでちょっと、うん、弱気だったのがこの点差で負けちゃったかなって思ってるので、次はちゃんと天敗取りに行ったりとか、ちょっと強気にトップ取らないとちょっとやばいかなっていう風になってきたんで頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、さあ、続きましては同じく同点の2着マイナス 40.5 ポイントは佐野プロです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今新井さんはリスク背負って思い切って攻めるというお言葉でしたが、うん、佐野さんはどのようなお気持ちでしょうか。いや、本当にこの3試合目が結構大事なのかなと思うと、みんな結構出て、はい、前に出る場面が多いのかなと思うので、はい、気持ち的には私も
がっつりやりたいんですけど、はい、なんかラスは引かないように頑張らなきゃっていう気持ちの方が大きいかもしれないです。皆さんお強すぎてちょっと日和がもう本当ね、もうジャガイモだと思って戦ってください。ジャガイモかかぼちゃかと思って戦った方がいいですよね。そうそうそう、本当そうですね、アドバイスを受けて、はい、ジャガイモだと思います、はい。お、天杯6球層リーチ打っちゃおう、リーチでしょ、うん、仕掛けひどい仕掛けされてるし、球層3切れ、ローソー1切れ、構うもんか、相手はジャガイモだ、リーチよし。俺たち保護者みたいになってますけど娘 の、ね、あのお遊戯会見に来たわけじゃないんですよ、はい、お、これは単葉とチュンの後付けになりましたね、はい、まあ、ただね、チュン天杯だ、つもり三アンコウか三面ちゃんかイペイコ、これどこで行きます。いやー、あーでもウソを切れてるからな、リャンソーを切りそうだな、広さでいった、ね、はい、イースーソー三品ですか、はい、はい、うん、やっぱちょっとビビってますもんね。おお、天杯チュンの後付け、これ何枚切れてます、1枚切れ、1枚切れ、イースーソー三品6球ソー対チュン、3人天杯、飯田は高めの見物、ウソ赤い取る、小さ、これどこまで粘るんだろう、いってる、スーソーなら1300、2600、リーチツモドラ1300、2600、まあまあ、まあ、昔はねそういうのやってるのはちょっとね恥ずかしいなと思ったんですけど、確かに、確かに、うん、白鳥さんも見習えばね、ああそうそうそう、おっとここは行きました、佐野関数層仕掛けて本一トンですね、いいそういったかってことはシャーペー重ねて役入っ、あ、役満、役満も見てるってことですね、最後まで。これでさすがに外しますか、これ、はい、飯田さんからすれば、まあ、いらないパーソーだったけど泣かれてもいい、あったかな、ありますね、うん、うん、まあ、もう飯田さんからしたら親以外が上がるのはね、はい、全然 OK なんで、そうですね、うん、っていうことは佐野さんめっちゃ有利ですね、積極的には仕掛ける手が入った時にチャンスですよ、はい、例えばこういうチュンもこれはいかない、まだ切らない、もうローンがあるってことかな、むしろもう切らないのかもしれない、これ自敗2枚手出しですよ、トンリャンソーシャンポン待ち天杯、さあ新井シャンポン消すか、シャンポン消したイースチーピン2度切りシャンテン、うわこれ入り目いった、いったね、奈良はリャンソーこれ当たり牌、いや打つかもしれないよ、打ったね、打った、うん、2600、本一2600、一本場2900の上がりは佐野です、まあどうせ消えるならってことですか、うん、形の良さを、うん、狙っていきます、やばい、ポン、うわポンテ、いやこれチュンチュンチュン、いや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 、佐野さんこらえて、無理だよこれ、こらえられないよ、無理だね、うん、ロン高いよ5200、はい、高い、チュン本一5200、新井と佐野のチャンスを飯田が潰すか、さあ引いた、あーこれはサブローピン上がれそう、1、2、3、あーリャンソーしかないな、一発、え羽マンまであるじゃん、あるよ、3000、6000、羽マンです、リーチ一発相撲、赤赤裏、はい、3000、6000、一発相撲、私泣くんですよ、泣く、うん、まあ、初戦リーチかけたところで、あこれはもうじゃあ答え出ず、これはリーチですね、リャンメンですか、リャンメンでしょうね、うん、強い捨て牌できましたね、あ打っちゃう、さすがに無理か、さすがにウーマンをね、でもリャンソー今通るよ、確かに、あー行きましたね、しょうがなしだね、はい、2600、リーチ赤市2600、あれこれ3ピンポンでき、あ3ピンないんだよね、ないですないです、うんうんうん、3ピンポンできない、
ただ3ピンが、あ、これ飛んでない、地獄、地獄の飛んでない、あ、3ピンよく見えちゃったらかんシャンポンにしちゃうパターンあるよ ね、 ね、自分数ピンポンしてますからね、うんうん、と奈良の町かえ8000佐野を地獄に突き落とす8000ダブの赤かチートイ、まあ、小三元よりねチートイドラドラきた、どう、どっち、親元リーチ、リーチだー、やっぱ強くいくね、いや今ねキュンとしました、これが新井流、うん、やっぱねリーチ打ってほしかった、さあ奈々もテンパってよ、でもあるよスッチーソー、いやただこれツーモールだから、ね、ツーモールある、と吐く、いやいやだね、これ正解が、あーやるー、センオール、はいはい、うわこれ先にイースウソ打つまである、ちょっと待ってすごいな、イースウソ先打つでしょ、先打ちますね、うん、ポンポン1万2000点牌だよ、あーこれは上がれそう、これイースウマ待ちに見えるな、追いつかない、マジかよ、ウッパーソーで追いついたって、オナテンリチ三色だよ、いや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 、ウーソー4枚だよ、どっちが積もるか、ウーソー4枚、いやこれどっちが積もるかですね、本当に、いやー、あスーソー通っちゃったよ、あっ、うーそー4100ゴール、いやー洗い方を力なく落としてしっかりと返事をした、でもチーマンはあるんじゃないか、あポン、一応うー取らない、あタンヤオさんコドラカバイマンクラスだよこれ、よく泣かなかったね、サブローマンちょっと待って、誰も持ってないぞ、バイマン積もったら5000点差、ケーブン、ありそうありそうありそう、あー来たー、すっごー、4000、8000、4200、8200、やばいこの男なにこれ、リーチツモ一発、タンヤオ三アンコウ赤ドラ、うわーこっから6球マンチーですね、うん、6球マンチーで本一ドラドラ OK だもんね、はい、鎮逸はもちろん OK だし、とんでもないローマン引いた ね、いやーしょ、あリーチ天敗え、これ押せなくない、テンパった、まずはウーピン短期、貫老ピンがあるのまさか、え、ないでしょ、いや、じゃあチーピン短期でリーチ、まさかね、うわ、貫老ピンだちゃんとは思えないね、いや、これ貫老ピン勝ったりするからね、麻雀はローピン8000リーチドラドラウラウラ8000、よく押したよ、第3試合残念ながらの4着連続での4着となってしまいました、はい、佐野プロデュースお疲れ様でした、お疲れ様でした、振り返ってみていかがだったでしょうか、いや結構ドラポンした時に前に出たくない時に出ちゃったのがちょっと本当に苦しかったかな、あんまりあの曲は行きたくはなかったんですか、形がすごく悪くてすごい悩んでたんですよね、はい、リャンピも薄いし、立ってチートいつかなとかも思いながら、はい、ただ数ピンだけポンしてもいいかなとか思ってたんですけど、その後全然何もくっつかず、はいはい、あんなシャンテン数で押しちゃいましたね、はい、いやでもあれの手はね久しぶりに入ったチャンス手だったので、うん、でもなんかローピンもパーピンも良くない感じがしてたので、なんかちょっとうやめたいってずっと思いながら押しちゃいました、どの辺から相手がジャガイモじゃなくなってきましたか、もう忘れてました、最初ジャガイモに見えてましたよねそうだ、はいはい、でもね、トンの一曲からね果敢に攻めていったんですが、なかなかその後チャンスがなかったという感じですかね、そうですね、オーラスも少しちょっとさすがに3着マンツも、はい、出上がりハネマンとかもしたいなっていう手がちょっと赤赤来た時は思ったんですけどね、ちょっとリーチが早くてひよっちゃいましたね、はい、さあ残り1戦となりますが、どのような戦いを、いや
この着順をもう一回逆にケムさんを私の点数ぐらい下げなきゃいけないと思うとかなり厳しいんですけど、はい、まあ、それをやるしかないかなって思います。はい、はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。第4位となります、佐野プロ。はい、ジョーカーどうしたんですか。はい、まあ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 かなり、まあまあ、最終戦どうでしょう。最終戦、まあ、とりあえずは、まあ、大きなトップ取らなきゃいけないのでトップ目に立ってから、はい、まあ奈良さんと一緒にケイブンさんを沈めようっていうところおお、まあ、そうだよね、はい、そりゃそうですよね、うん、頑張ります。タッグ組みましたね今。そうなるよね。いや、わかんないです、はい、なぜか奈良さんが嬉しそうなんですけど、いやでも佐野さん本当に大きな大きなトップ我々も期待しておりますので、うん、はい頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、うわー絶好、今度はポンテになりそうだ。ポンテンですね。これはリーチか。リーチか。リーチ、まあリーチですね。うん、さあウッパーソの先生リーチは佐野。うわー、サブロ急走、追いついた奈良の追っかけリーチ。荒井としては面白くない、行かないってことですね。そうですね、はい、しかも任せる気もないってことですよね。本当ですね。いや結構こう、うわー完走で決めた。千二千リーチスも赤、千二千の上がり、まず決めたのは佐野です。両面両面のイーシャンテン差し子。おお、これは数走引きたい。これウーピンから来たら完数走できそうですね。そうですね、うん、ドラもないですもんね、うん、5、6したよ。あ、なった。え、なった。タンヤオ三色カンローソ、そっち見てたんだ。ドラ打つ、ツモ、うわー2004戦タンヤオツモ三色、2004戦のツモ上がりはいいだ。このままじゃいけないって思ったんですかね、うん、いやいや本当にここに来て人が違うように、うん、いい顔、はい、戦いを見せています佐野日奈子。ドラ3層、おわーチャンス、2メンツドラ1、こっちもチャンス、ポン、あ、うん、さあ飯田ポンして、いやー相当有利、くっつきがいいですよね、うん、これは相当有利ですね。でも、はい、これ奈良くんにとっていいんじゃないですか。奈良くんにとってはね、これがまた難しくて、うん、今並びできてるじゃないですか、うんうんうん、だからねトップは行ってほしくないんですよ。ち食い伸ばしリアンウピンテンパイ。でもこれ、これ今赤が見えて、うん、風呂の部分にドラと赤がない。3番引いた時ぐらいですか、うん、あ、これは、あ、いや厳しいな。でもチュン切れないしな。リーチ、あー、リーチいったね、カンサンマ。これ3枚残りじゃない、そんなにありますね、はい、これジャント選べる。まあ、あの新井に対して急走とパーマンの選択になってると思うんですけど、現物だよ3品。あー、なるほど、チュンチーマン。でもこれチュンがない。1300、あー、ウーピー、これはいいだろ上がり。1000は1300、初ピンフイシャンテン、いいだ、ほらリーチ来た、リアウマ。いやこれリーチでしょ。そうですね、うん、リーチ、メンピンドラドラ。宮内さん、はい、一番いいの聞きましたね。何もない時は押してんな、押してんな。うん、ちょっと詰まった人の3ピン狙いもあります。あるね、うん、佐野のツボ2004戦、リーチツボピンフドラドラ2004戦のツボ上がり、ちょっとずつちょっとずつ進んでいる。ポンだ、本一トイトイシャンテンですよ。シャーはションパイ、ちょっと行きづらいね。あ、テンパイパーソいった、スーッといった、役なしテンパイ。荒井、ドラ
うわー緊張感高いな。新井か奈良か、それとも飯田もいるか。リーチ、リーチだ。換算ピンこれいくんだね。勝負勝負で、うん、うわーこれ1万2000円だよペイなら。チャンポンでいった。ちょっと待って、誰も持ってないって。ペイ1個持たれてるか。ペイ1リアンソ1。3ピンは、3ピンは2枚持たれてた飯田に。あ、じゃあ2枚。2対2。この一巡大事ですよ本当に。増えてない、増えてない、増えてないよ。これで何持ってくるか。これは3ピンだ。3ピンだ。すごいね。うーん、7000だね。いやー偉い、はい、偉い、偉すぎる。枚数パーピン9ピン1個ずつ持ってるってことか。それじゃないですか。まああと数万はやっぱ切りづらいですよね。ウーマン、ウーマンも3万も、まあ、それこそドラも、うん、ドラも。おー、奈良さん行くんじゃないかこれ。難しい。どうしたらいいんでしょう有識者の皆さん。いたじゃん隣に有識者の宮内さんが。あ、私仕事にしちゃってんだ。あーこれイーピンかパーピン勝負ってですね。パーピンはポンじゃないですか。パーピンポン、うん、まあ3ピンもポンか。ローピンだけはちょっと3色の分、3色の分なんかポンしてまで。いやーやられた。ーリースモドラ1 2000を2100オール。このつも上がりで新井の着順が一つ上がります。飯田のトップ狙いがどうなるか。いやでもなんか狙うかな。うわ、闇天来るよ、闇天来るよ。闇天来て見逃しでしょ。闇天で見逃しだよ。単品三色、両ピン切るのが相当目立ちますけどね。いやでも闇天で、闇天で直撃狙いだと思うよ。絶対荒井さんの着順落とさないと勝てないと思うもん。それ考えてますね今。 1-3 じゃ無理だよ。リーチった。 1-3 だと、あ、1-2、今どうなるんだこれ。今の奈良さんがトップになると 1-3 か。 1-3 だと 12100、リャンソ仮に直撃取れたら荒井をラスにすることは一回できて、うん、自分の手が246、うん、246で315、オーダー12000とかだ。うーん、うわー一個ちょうだい。3006000ラス入り。3300、6300リーチ、つも単葉ピン三色赤3006000。三色ならないか。ち肩上がり、まあ十分ですよね。いや十分。天敗関数創薬なし。これもう本当親のリーチない限り終わっちゃいますね。ローマン、ローサブローマン振り点なんですよね。うわー振り点残した、リーチが効くよねと。初だ。ロ。ああ。2000。初赤2000点の上がり。最後は新井自らの上がりで幕を下ろします。第4位となりました、佐野プロです。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。こちらから見てると3回戦までと、表情も打ち方もなんかガラッと変わったなっていうの印象を私と宮内さんでしてたんですが。あ、本当ですか。何かこう心境の変化や思いの変化みたいのはその間にあったりしたんでしょうか。そうですね。なんかちょっと泣きに対して声が出ないことが多かったので、はい、ちょっととりあえずあの、はい、なんかこうとりあえず上がりをしてちょっと自分に調子つけなきゃなっていう感じでした。うん、はい、皆さんどうでしたか。いやなんかやっぱこの対局者の3人が、まあ、すごい経験が多い先輩雀士で、まあ、その空気にも飲まれてたんじゃないかなと思うし、あのテレビ対局初ですか。はい。っていうののその緊張感とかで、まあ、普段の佐野さんの実力も出せてなかった中、まあ、4回戦目にあのちょっと吹っ切った感もあって普段の麻雀打てたんじゃないかなというので、もうその4回戦目のね本当顔がすごくかっこよくて、あの素晴らしかったんで、このままこの4回戦を忘れずに次に生かしてもらうと、なんか次全然違う
ね、佐野さんが見れるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それでは最後にご覧いただいている視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、やっぱりこうプロの大先輩のプロの洗礼を受けたという結果になってしまいましたけど、初テレビ対局がすごく楽しかったです。はい、また次出られるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ジャパネクストカップお疲れ様でした。お疲れ様でした。負けましたねいや、なんか初めてのテレビ対局だからちょっと空気的に緊張しちゃいましたね。やっぱりタイトルホルダーですし、皆さん戦う相手ももちろん強敵だし、自分の実力を出し切れないというか、なんかこうメンタル面でこう弱気なところが増えちゃって勝てなかったなっていうのはもちろんありますけど、まあまだちょっと伸びしろがあるんじゃないかっていう意味で今後に期待してもらえたらと思いますね。なんか罰ゲームありましたっけ、なんか言ってましたっけ。ありましたよね。佐野さん、はい、試練として足つぼ、足つぼ、はい、お約束してたと思うんですが、なんかもう私からするとご褒美な感じなんですけどね。足つぼ、はい、はい、足つぼ結構好きなんで、あんまなんか期待された絵は撮れないかもしれないんですけど。あんなに嫌がってたのに負けるのが嫌なんですよ。負けたことが嫌なんで行かないと思ってた足つぼですけど、行きますか。何か、まあヒントがね、足つぼで見つかればないやろ、足つぼで見つかる。優秀力を高めるとか、ね、やだやだ、ないでしょう。そうですね、なんかお清めみたいになるといいな、足つぼが。そうですね、マージャン勝てるつぼとかあるかもしれない見つけてこい。そしたらもう私毎回ね、もう除霊みたいな感じで足つぼに行きます。これでね、結果がね今後良くなるのであれば行きますよ。行きましょう、はい、次回足つぼ、はい、了解です。お疲れした。お疲れした。